日本アルプスとは、本州の中部地方にある以下の三つの山脈の総称である。上高地に設置されている、日本アルプスの父と呼ばれるウォルター・ウェストン1881年に観光された日本案内の中で、被弾山脈を調査した、イギリス人鉱山技師のウィリアム・ゴーランドが、ヨーロッパのアルプス山脈にちなんで、そこから見える山脈、周辺含めて、 日本アルプスと紹介したのがこの名前の由来である。後に、小島薄井が、日田山脈を北アルプス、基礎山脈を中央アルプス、赤石山脈を南アルプスとした。一般に日本アルプスの父とまで呼ばれるイギリス人宣教師のウォルター・ウェストンは、自身が盛んに日本アルプスに登り、またヨーロッパにも日本アルプスの名を紹介した。上高地には、 ウェストン日があり、また毎年ウェストン祭が行われている。ウェストンは南進州の天竜川周辺、南アルプスにも足跡を残している。このように、アルプスという名前はイギリス人による命名であるが、山梨県南アルプス市の氏名に見られるように、現在では日本固有の名前を押しのけるほどの影響力を持つようになっている。しかしながら、 平成の大合併でできた南アルプス市の市名については反対意見も多かった。アルプス山脈より緯度で南に位置し高度も低いため氷河の分布は非常に限定的であるが森林省と高山植物は豊富である。これらの山の上部は森林限界で積雪期にははっきりとした白い山陽が見られる。ちなみに古代の日本について書かれた中国の聖史。 旧当時の日本殿には、日本の北と東の境には、大戦があると書かれているが、この、大戦は、現在の日本アルプスであるとされる。2年に一度、日本海側の富山湾から日本アルプスを縦断して、太平洋側の駿河湾までの、約 420km を1週間以内に、走破するトランスジャパンアルプスレースという競技が、行われている。 覚え方としては赤い木が飛んだなどがある。八ヶ岳より望む日本アルプスの山々。ありがとうございます。